どうも皆さんこんにちは、みさやチャンネルみさきです。今回見ていただきありがとうございます。本来であればね、プレーオフ1回戦が終わってから動画を上げたいなと思ってたんですけど、まああまりにもちょっとね、ショックすぎてですね、すぐに動画を上げれず、ずるずる言ってたら1週間経ってしまったので、まあ2回戦目もプレーオフが終わった後で動画を撮っております。いつも動画長くなるので、10分ぐらいに収めたいなと思っております。はい、ということでね、まずは J1 も、J2 も、そしてまあプレーオフ2回戦まで試合が全部終わりましたということで、まあプレーオフ1回戦はね、皆さんも結果はねもうご存知だと思いますが、岡山と山形は3対0で山形が勝利と、で熊本と大分は2対2の引き分けなんですけども、順位が上だった熊本が2回戦に進むという形になりました。で昨日ですね、熊本対山形の試合がありました。でまあ結果的にはね2対2ということで、熊本の方が順位が上なので、熊本が決定戦に進むということになりました。いやー、今試合を見てたんですけど、熊本結構ね最初からこう勢いがあってバーッとね攻めてて、でそこで、まあ、その流れではないんですけど、まあ、点を取って、でまあかなりねさらに波に乗ってて、でまあそのね点が入ったタイミングも、僕的には山形に流れがこう変わりそうかなっていうところだったかなと思うんですけど、そこでうまいこと点が奪えて、でまあ 1-0ということですごい有利になるわけですね。山形2点取らないと上に進めないということになって、非常にね有利に進めれるかなと思ったらですね、すぐその数分後に1点すぐ返しまして、おっとと思って、これはすごい、まあ、試合だなと、さすがまあプレーオフ2回戦ということになってきたなと思って、まあそのままね試合を見てたら、またね今度山形が追加点を奪ってですね、2対1ということで、このまま行くと山形が勝利するというところまで行きました。この試合すげえなと思って、まあ見てたんですけど、まあ山形のペースに徐々になってはきていましたね。でまあそのままね山形のペースで進んで、結構綺麗な、まあ山形お得意の、ボール回しが、早いボール回しがポンポンポンって決まっていったりして、まあまあ2点目につながったりとか、まあその後もなかなかね惜しいチャンスも多々あったかなとは思うんですけど、まあ点は入らず、でそのままね、前半も終わって2対1ということで、おお、このまま行くと山形かと思っておりましたがですね、後半に入って1点熊本が入れまして、2対2になりました。なので、このまま行けば、熊本が順位が上なので勝利するということになるということで、これはどうなのかなと。ただね、山形も1点入れれば、3対2になるので、上に上がれると。なので本当に両者も1点も上げたくないし、山形は1点も取りたいし、非常にね難しい試合だったかなというふうに思います。なのでね、まあ心して見てたわけですけども、結果的に言うと、まあ、2対2ということで引き分けで終わりました。はい、ということでね、まあ、熊本が、決定戦に進むということになったので、J1 の16位のチーム、このチームがじゃあどこなのかっていうところになるんですが、 J1 のチームも、試合が全部終わって順位が確定しまして、で、このような感じになりました。まずね、優勝は横浜 F ・マリノスということで、本当にね最後の方まで接戦でしたね。川崎とどっちがどうなのかっていうね、本当に最後までね両者勝ってましたし、もうギリギリでしたね。すごいなと思って、でまあやっぱりでも強かったですね、 F ・マリノスね。なんでまあ優勝おめでとうございますと。でまあ気になるのはその下位のチームがどうなったかということで、まあ、こういう感じになってます。まあね、とりあえず自動昇格、降格の2チームが決まりまして、磐田と清水になりました。なのでこれ非常に珍しいことで、静岡県のチームが J1 にいないっていうのは初
かなぐらいのことらしいんで、非常に珍しい、ことが起きてるみたいです。でね、プレーオフの決定戦に臨むのは、16位の京都になりました。まあね、最後の最後まで清水がギリギリでこうね勝ったり負けたりみたいなことが、逆転されたりみたいなことがあって、どっちになるかなと思ったんですけど、まあ京都になりました。なので来週ね行われます決定戦は京都対、熊本で、京都のホームで試合があるということになりました。まあもうここまで行ったら熊本をね僕らはもう応援したいなと思っております。まあ J2 のねチームなんで、まあJ1 にねこう惜しいとこまで行ってるということなんで、ぜひね勝ってもらったら、いいのかなと思います。でまあ熊本はね非常に勢いがあって、全然あり得ると思いますんで、その勢いを持ったままこうねいける。でまあ対してね京都はまあ勢いがあるかっていうと、別に最後の試合もね引き分けとかだったと思うので、そこまでこう勢いがある状況で臨めるということではないのかなというふうに思います。ですがね、やっぱまあ J1 にいるチームですし、もともとね J2 にいた時も上位にいたわけですから、強いのは強いです。なのでそこがどうなるのかなと思います。なのでまあ熊本はこのね戦い方を変えずに勢いでいく感じでいけば、またね、複数得点が取れていけるかなと思います。ただね勝たないといけないという状況なので、同点だと負けになりますので、そこら辺はねやっぱり複数得点っていうのが必要になってくるんじゃないかなとは思っております。はい、ということでまあ1年間ねファジアンの岡山プレーオフ1回戦負けましたので、これでまあ試合が終わりと、今季終わりということになりました。でまあここからですね、気になっていくのは発表されますそのメンバー、今いるメンバーが残るのか、どっかにこう移籍するのか、誰かが来るのかっていうところがね、気になるところかなと思いますので、またそのあたりがね出次第ねちょっとまとめて、動画も出したいなとは思ってますが、どうなるでしょうね。外国人の選手たちがどこまでこう残るかっていうところも難しいところですよね。まあ中盤の選手はある程度残るんじゃないかなというふうに見込みがあるのかなというふうに思いました。まあなんでかというと、白井選手が契約をこう継続しませんよっていう話が出たので、その関係で、まあ、中盤の選手っていうのはある程度こう今のスタメンになるようなメンバーが固まって残るのが決まってるから、出る機会がないかなということで継続しないっていう判断に至ったのかなとちょっと想像するんですけど、まあそこはどうか分かりませんが、そのあたりは硬いんじゃないかなと思ってます。なので、まあ、田中選手とか若狭選手とか、あとは本山選手、佐野選手、あとは木村選手とか、あの辺りの真ん中辺をこう主にやるような方々は残るのかなと思っております。あとはね外国人選手がどうなるかですね。まあ今日本を離れてるみたいなんですけど、デュークとか、まあバイスとか、その辺りの、まあ、チアゴとかね、ハン選手もいますしね、いろいろねムーク選手もいますけども、どうなるかっていうところですね。なのでこの辺りはまだね発表がないので、どうなるかなと思うんですけど、バイス選手が離れそうかなとはなんかちょっと噂で聞きましたけど、まあ全然ね正式な発表じゃないんで、まだね分かりませんけども、ドキドキして待っております。逆に来てくれる選手も絶対いますんで、その選手がどういった選手が来るのかっていうのをワクワクしながら待ちたいなと思っております。はい、ということでね、まあ今年ね1年終わってしまって、惜しくも3位で、自動昇格を逃して、でプレーオフも1回戦で負けてしまったということで、本当にね悔しい1年になりました。でもね1年通して一番高い順位3位で終われたっていうのはやっぱり自信になるかなと思います。なので、そこはね来年もどんどん継続していって、でやっぱりねJ1 に行くのであれば自動昇格の2枠を狙うしかないですね。やっぱプレーオフになるとどうしてもね勝負なので、その時その時でいつも勝ってるようなチームでも負けるっていうことも全然あるし、その負けたらもうその時点で終わりなので、非常にね
厳しい。なのでプレーオフをに入るっていうのを考えるんじゃなくて、もう2枠に絶対入るぞというところでね、来年も J1 を目指していける、行ってほしいなというふうに思います。はい、ということでいつも長くなってしまうんでね、この辺で終わろうと思うんですけども、また皆さんチャンネル登録とかコメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではね、ここで終わりたいと思います。バイバイ。